今日は松村北斗についてジャーニーさんが話すみたい。私は比叡神社に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ、ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。ホリックの大ヒット祈願イベントで神木と松村がスイートルームデビューしたって言ってたけど、真相を知りたい？特に気にならないから大丈夫。他にも一緒に泊まった人がいるの。うん、その話は大丈夫だよ。それはね、だからその話題興味持てないから。なんと森七なのよ。七が多いね。なお7つ入れてみました。くだらないね。そのスイートルームに森七がお忍びで泊まって3人で見られたみたいよ。まあ芸能人の遊び方は一般人から見たら狂ってるからね。そうよね。スイートに泊まってジェンガで乱れ狂うって尋常じゃないわね。やっていたことはジェンガなの？そう、ジェンガ。ジェンガってあのジェンガ？松村は部類のジェンガ好きで、森と神木に徹夜で付き合わせたみたいだね。それスイートルームでやる必要ある？だから狂ったって言ったじゃない。僕なら公園で裸ジェンガかな。